前回のあらすじ、臨海ドームを無事クリアしたマルキュー、次の目的地に向かうため高岡駅に乗り込みました。本編の前にお詫びです。マルキューやらかしたな。前回品山発車後東まで行ったのですが、録画忘れてました。マルキューアホとしか言いようがない。てなわけで東までワープした前提でご覧ください。どうもた金取り鉄のマルキューです。誰だよ、帰れ。少しぐらいふざけてもいいじゃん。ところでお前は取り鉄なんかせずに目的地に行け。はいはい。乗車電が来たよ。次の目的地は自然か。脱線。撮り鉄の治安悪すぎだろ。人を踏み台にすると破産しんな。めっちゃ痛そう。整列乗車とかめっちゃ治安いいね。確かに大体は崩れるよね。こっち丸9触れないでもろて。1号車めっちゃ混んでる。そりゃ2両しかないし1号車人気だからね。超徐行してるね。高岡東の3、4番線は脱線しやすいらしいね。線路内に原因が脱線修復要因かな。支線といえばやっぱここだよね。また209で通れる日が来るのか。そして運河に到着。港線に近いのも相まって住宅街が構成されているね。ここらはイタツトム路線って感じ。そんな混まないかと。そっか、2両だから田舎か。余計なこと言うな。お前に一番言われたくないわ。そして目的地イギリに到着。この BGM 使いすぎ。なんか使いやすいんだよね。ホームは一面一線のシンプル。設備がゴロ。なんか一昔前のローカル線って感じだね。ホームも気張りだし。次はどこだろう。港線のあの駅だよ。あとは内緒。またやらかした。マルキューの無能っぷりがうかがえる動画だね。使用車両は1100にカラド。車内は支線のやつと一緒だね。前に高根駅から乗ったやつか。とりあえず品山まで乗るよ。アイアイさ。乗車率は少なめだね。でも相変わらず展望は埋まってる。国大手前には国大車庫があるよ。絶対某中古車販売店のパクリだろ。珍しい2番線入線だ。確かに高岡発の品山方面へ抜ける列車はだいたい1番通るよね。ホームドア消えた国大、違和感まだあるわ。そして発車。国大といえばこの並木。踏切もイメージあるけど品山止まりだから逆走するんだね。ここら辺車内視点にすると都会って感じする。外から見るとハリボテ感あるけどね。終点品山に到着。2番線の高根駅に乗り継ぐよ。大垣ダッシュならぬ品山ダッシュスタート。いきなり始めるな。なんか聞いたことある BGM だな。乗り換え完了までノーカットで。関稼ぎ疑惑。実は入線時からずっとメロディー鳴っててビビった。なんかメロディー鳴ってると焦げるよね。車両は TK23 だね。だいたい物6か1102か TK23 なんだよな。乗車率は相変わらず少なめだね。品山を発車。
デコ運転してるね。終わりました。目的地到着。誰だよ。知らない。見送ります。さっきから2番線の接近音がうるせえ。出てて出てて出てて似てない。ひどい。券売機4台は豪華。新聞ももらえます。多分無料。確認してから取れ。地上です。謎オブ屋と本社があります。出発灯を持ってたね。この漢字なんか好き。駅名の由来の氷の門ヒルズはここです。反対側の入り口です。スナーバックスがあります。ナムナムで有名なところだね。接近音まだ鳴ってた。いかがだったでしょうか。毎月1回ペースぐらいで更新するのでぜひ見てね。次回4は今月中に出す予定です。ではさようなら。